ミーニョ川は、スペインガリシア州で最も長い全長350キロメートルの川である。ラテン語のミニウスを語源とする。流域には、ブドウ畑や農地があり、それらの水源となっている。水力発電が行われる。下流では、スペインとポルトガルの国境になっている。大西洋へ注ぐ。流域にある、主な自治体は、ルゴ、オーレンセ、ラバで、 ホルトマリン、リバダビア、メルガーソ、モンサオン、トゥイ、バレンサド・ミーニョなどである。レン性を流れるミーニョ川ガリシア州、ルーゴ県北東部、メーラ山地にある標高約695メートルの、ペドレガルデイリミアに橋を発する。この場所は、自治体としては、メーラに属し、ルーゴの約50キロメートル北にある。スペイン北岸のビスケ湾から約20キロメートルしか、 離れておらず、近隣を流れるマスマ川や、オウロ川などは北に向かって流れて、ビスケー湾に注いでいる。アパストリーサにある、フォンミーニャ池は、歴史的に、ミーニョ川の発祥地であるとされており、水流が、池の地下を流れる。ガリシア山海とカンタブリア山が脈約再部という、イベリア半島で、最も高水量の多いに、地域南西に向かって流れる。その上流部は、 全域が生物保護区に指定されている。最初の4 0トルは標高約4 5 0ルの純平原であるルー、5平原を流れる。ローマ都市ルーゴでは城壁のすぐ南側を流れ、ルーゴ県西部からオーレンセ県北部の谷間では峡谷を形成している。ポルトマリン南は約2 0トルにわたって、 貯水量654キロ立方メートルのベレサール貯水池が長く伸び、チャンターダの東方にダムと水力発電所が設置されている。その後すぐに貯水量182キロ立方メートルのペアレス貯水池、貯水量17キロ立方メートルのベリエ貯水池と続き、ベリエ貯水池のダムはオーレンセ市街地のすぐ東側にある。オーレンセの北東、 約 20km にあるオスペアレスでミーニョ川水系最大の支流であるシル川を集める。シル川はカスティーリアイレオン州レオン県ポンフェラーダなどを通る河川であり、流域には風光明美な景観やワイン生産で知られるリベーラ、桜などがある。ミーニョ川川口オーレンセより下流には貯水量 60km 立方メートルのカストレーロ貯水池。 貯水量44キロ立方メートルのフリエーラ貯水池と続いている。流域の主要なダムの一つであるフリエーラダムはリバダビアの町の近くにあり、この付近では白ワインの生産が盛んである。リバダビアの南方ではアルノイア川を集める。ガリシア州を260キロメートル流れた後、ミーニョ川は約80キロメートルにわたって、 主に西に向かって、スペイン・ポルトガルに沿って流れる。この地域の谷は潤った緑の農業地帯で、トウモロコシ、ジャガイモ、キャベツ、キウイフルーツ、牧草などが栽培されている。ポルトガル料では、微発泡性のワインであるビーニョベルデが、スペイン料では、白ワインであるリベーロが生産され、それぞれ原産地古障に指定されている。この地域で主に用いられる品種は、 アルバリーニョダメである。中世からあるメルガソやサルバテーラデミーニョを通る。B5 の南約 20km にはウガンニ、トゥイガ、サガンニ、バレンサがあり、両都市は欧州自動車道路の E01 号線や鉄道橋で結ばれている。それぞれの都市に要塞があり、それぞれの国の国定史跡に指定されている。その後、約 20km 流れ。 スペイン領のアグアルだとポルトガル領のカミーニャで大西洋に注いでいる。ミーニョ川に住んでいた魔女流域中にある井戸を住みかとしていたシャルコス、水陸の両方で生きることができる両生の魚人などガリシア神話にはミーニョ川流域に住んでいた何人かの物語が言い伝えられている。川口部にあるトから見たミーニョ川と対岸のノルテ、地方、バレンサ主要な支流には シル川、ネーラ川、アビア川、バルバンティーニョ川、ブバル川、アルノイア川などがある。シル川の全長は、ミーニョ川本流よりも長く、水流の勢いは、ミーニョ川本流よりも大きい。このため、ミーニョ川は名声を与え、シル川は水量を与えるという格言がある。グランエンサクロペドジャガイジェガ、トモ21。 パクシナ78、エディシオンで1974、エンサクロペドジャジェリガユニバーサルハット、ラビスタナトゥーラ25。ありがとうございます。